ますか。グランドクエスト。ここで、カールの星6の進化サイリオは手に入れる。全部 100% 完成することでね。はい、じゃあパーティーはこんな感じです。アイテムは前とまた同じです。パーティーはこんな感じで。はい。スフィアは、まあ実は前とまだ同じスフィアですけど、まあ一応もう一度見せてあげます。こんな感じです。じゃあ、行きますか。冒険に出る。何これ。まあこれは初めてだから、もうちょっとね適当にやってます。あ、ストーリー長いね。うわぁ、いきなりボスか。どうか。呪いか。大丈夫。この旅では大丈夫です。セリアちゃんの またクレヨンでしょ。またボス。また逃げた。OK、カールのパーティー。またボスでしょう。思った通り。OK、 左から、セルナイトからか。
あれ？グラデンス？で、カールはどこ？うわぁ、じゃあ、主人公から、サロネットから。ボスはそこだから。ちょっと適当にやってます。ボス。早くないと思う。ボスですか？まだ。じゃあ、役割からボスですね。まあ、サークルだらけ。ボスですか？グレアム。ボスです。このマップ広いんです。じゃあ行きます。そう、ダルバニシェル何やってんだ。何があったんですか。いきなり古いや。何なんだ、さっきの。これで終わりでしょう。とてもいいよ。はい、コングラチュレーション、クリアしました。初クリアです。10%、まあ一応これを 100% にしたら、あのカールの星6の進化裁量はもらえるということです。まあこれからも頑張って、いきたいと思います。
ご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバイ。